元中日ドラゴンズレジェンド投手の引退試合でやってしまった。5月の頭にバンテリンドーム名古屋さん、中日ドラゴンズさん、CBC さん、そして特産 TV の超コラボ企画で行われましたファミリーシリーズ。先日は同じくレジェンド吉見一樹さんとの対決の様子をお届けしましたが、本日はこちらのレジェンド投手が登場。ドラゴンズ球団史上に残る2名ピッチャー伊藤純喜。選手に帰ってきました伊藤純喜。マウンドに立つとでかく見えますよね、吉見さんね。ますますね、でかいね。おお、角度あるね。高い。ナイス。名門で夏の甲子園を経験されてます。あーばい、おーばい、すみません。純喜投手、変化球も交えながら、どうですか仕上がりは。バッチシです。おー、来たな。昨年まで現役、ドラゴンズでは12年間プレーし、昨年末 NPB トライアウトでは3連続三振を奪っていた伊藤純喜さん、登板前、今日が引退試合ですと語っていました。久々のドームのマウンドに上がる姿にファンも興奮、抑える姿を期待しているでしょう。しかし昨日はね、吉見投手気使って初球はいかなかったけど、今日はもう初球からいきますよ。本当本当に引退試合のメモリアル登板ですが、あくまでガチ対戦。ライパチごときが見ていたらまたやられます。ドラゴンズファン伊藤純喜さんに対して初球から全力でいかねば失礼でしょう。いざフライボール。よし、野球のキャリアの顔では負けてますけどね、 YouTuber とだけは。空気読みませんでした。取りに来た初球のまっすぐをぶったたいてレフト前へ。完全に悪者になってしまった気もしますが、ガチ対決ですし、ダメでしたか。初球から来るもんだと思っていきますから。
あ、入った。ストライク。入りました。あ、もう、オッケー。間が取りづらいですね。わかる。絶妙にこう、タイミングずらしてくるような。今、後ろでタイミング取ってるけど、ちょっと難しいね。よう打ったの。てしまいました。今度は頭の高さからアウトローに落ちるフォークボール、見たことない落差でした。なぜ打てたのか分かりません。しかしあえて全力で打ちに行く、これがライパチなりの伊藤純喜さんへの礼儀でした。ライパチさんビクトリー。純喜さんもう一つギア上げていきますから、ここから。はいはい、スイッチを入れてしまった。よろしい。もう打たれるわけにはいかないと、徳さんとの勝負の前に伊藤純喜さんギアチェンジ。僕の野球人生最後の対決になりそうだ、徳さん。よし、ここは三振で締めくくりたい。僕でよろしいでしょうか。よろしくお願いします。こちらこそです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。外れましたね。ワンボール、ワンボール。あそこ我慢。我慢、我慢、我慢。誘ってきてます。おお。ツーボールナッシング。何球ってスパミでも痛くないんで呼び込めるんですよね。ここからよし、おお、カメすごい速かった今。ホップしてた。今日一番の力の入ってきたこの対決と、ここで後輩の鈴木宏選手を見てくれてますよ。12年間の思いを込めた伊藤純喜さん勝負の一球。どうだろう。あれ
ありがとうございます。いや、見事な対決でしたね。ちょっと最後、小野さんのお話を伺いましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。最後は、角度のある渾身のカーブでした。慣れない難球で対決いただいた伊藤純喜さん、本当にありがとうございました。伊藤純喜さんの YouTube では、対決前、最後の登板に向かう姿に密着してます。そちらもご覧ください。改めて CBC さん、バンテリンドーム名古屋さん、中日ドラゴンズさん、そして中日ファン、横浜 DeNA ファンの皆さん、一緒に企画を盛り上げていただきありがとうございました。引き続き特産 TV は野球の楽しさをいろんな形で伝えてまいります。ちなみに一悶着あったドアラですが、対決前にいきなり現れまして、今ね、見たことました気をつけろって伝えたはずフリーじゃない。なんか理解してます。理解してます。はい、お。ドアラ YouTube ブログインスタツイッター宣伝しといて乗っかっちゃう。それ結局それですか。OK。話聞いてました。話をあなた。いや、ドアラ。そこ映り込みひどい。